キック公式サイキックチャンネルいつもご覧の皆様ありがとうございます。キックでございます。えまあ、続きものでやっているシリーズではあるんですけれどもですね。まあ、2020年の10月がどんな感じになっていくのか、まあ、どんなことがテーマになってくるのか、そしてどんな流れが出てくるのであるかということをちょっと事前にね、えー、予測してみるというね。まあ、あくまでですね、2020年時代がですね、七石金星の年であるというね。 要するに2020年来年の節分までなんですけどもね七石金星の木がねもう土台として2020年というものはねそれから令和2年というものは七石の、ねえー、木で満ちていますということがベースになった上でのね、えー、その上で10月がねどういう月になっていくかというねの七石金星のベースになっている中でも こういう特徴を持ってくるのではないかという、まあそういうお話であるというね。まあちなみに、七石金星ね、2020年自体のテーマというものはもうね、 えー、お金の問題が出てきたりとかね、えー、それから、まあ、詐欺ですよね口先だけでいろいろ言うんだけれどもこう形にならなかったりする虚言とかねあと飲食問題食べたりとか口をね、えー、使うコミュニケーションというもの口がテーマになる、まあ、今思えばねマスクなんていうのがね、まあ、一つ口のテーマということではマスクというものが今するのは当たり前になってるっていうのはこの七石の年とねちょっと関係が、まあ、あったりもするのではないかというね。 それから、まあちょっと、七席っていうのは、ちょっと、こう、のんびりとか遊ぶっていうイメージもあって、怠ける、ともすればルーズになるみたいなことがあるんですよね。えー、自国土星っていうね、え歳、ー、の木を持ってる方、自国の方はね、最も働き者なんて言われるんですけども、七席に関しては、 労働する意欲ととということだとかなりその,、ね、旧世のいろんな気を持っている人の中でも割かしそんなに働きたがらないというかねのんびり屋さんみたいな方がいてそれが極まるとルーズになってしまうということもあってねこの七石の年というものはどうしてもねこう少しこうのんびりしたりあるいはちょっとこうストップになったり止まるとかね少し停止する停滞するっていう意味合いもあるんですよ。 ままあまあ今思えばなんですけれども少しこういろんなものが停止する停滞するとかのんびりになるっていうことはまさしく2020年が七世紀の年であるからなのかななんていうふうにも思うんですけれどもねそれからまあこう恋愛関係っていうのかなルーズになるという意味合いでまあ遊ぶうー男性からすれば女性問題女性からすれば男性問題というものが出てくるんですが特に女性関係の女性の 問題ですよね男性が要するに女性関係で起こしてしまう問題というものがテーマになる。え除、ー、南の層とかよく言いますけどもねその除南というものが一つのテーマになっているということでまああの2020年結構ね女性関係で。 まあ問題を起こしてしまったりとか、それが問題になってしまう人もいるだろう。それから通用貨幣、えー、お金の問題ですね。貨幣の問題というものが出てきますよということで、えー、これはまあキャッシュレスの問題であったりとか、まあお金の問題って様々ね、えー、出てきますよね。給付金の問題であるのもそうだしね。えー、お金、経済のことが2020年のテーマになっていくというね。まあ、簡単にこの土台にある2020年をね、 これが土台にあった上で、どんな月になっていきますか行くでしょうかということを読み解いていくわけでね。ここのメインの部分というかな、土台にあるものは外せないのでね。ちょっと今簡単におさらいさせていただいたんですが、その上で、10月はね、どんな月になっていくのだろうと。でこの10月が始まる節入りというのがね、10月の8、8から11月の6日までが10月としますと。この令和2年においてね。 月月は休止の月になるとでこの「九死」というのはねもうあの簡単に言うと一泊っていうのは先月の動画で出たんですけど一泊っていうのは穴の中ですよね。 えー、まだこう、日の目を見ない土の下の部分。だからその部分、土の下の部分でいろいろなね、考え事をしたりとか、策略ね、を立てたりする人もいるのではないか。目に見えないところでの動きがね、出てきてるんではないか、みたいなことをね、9月の動画でお話しさせていただいたんですけれどもね。で、まあ、水とか穴の中っていう意味なんですけど、一泊から始まってね、穴の中から始まって、九死のね、 ところで花が咲くって言われるんですが、九死っていうのはね、お日様が当たるお天道様の場所で、えー、最も、えー、良いことも悪いことも明らかになりますよ、お日様、お天道様に照らされていろいろなものが明らかになってきますよ、えー、昨日発角で言うと、離と言って、ね、離れるって書くんですが、九死というもの、火星ですね、非ファイアですよね、炎とか、お天道様を表すと。 だからこそこう熱とか熱いっていう意味合いも持ってくるんですけどもね方位でいうと南それからね、えー、馬を表す3、えー、匹木星の人はねあの九死火星と非常に相性がよくてね九死のーテーマとなっているこの馬のグッズをね持ったりすると3匹の人がねこう運が上がるなんていうね話もあるんですよね。九、え、死、ー、というのはね人の心とか精神面というふうにね、えー、捉えられるんですよね。 要するに、明らかにする作用を持っているということで、表面のものを見るだけではなくてね、 非常に直感的に鋭く物事の本質をパッとこう見抜いてしまうという意味で、心眼、心の目とされるんですよね。それが人の心であったりとか精神である。物事を明らかにしていくというね、意味。それからま、権限作用といって物事が明らかになっていく。形に出なかったものがどんどんと表に形になっていくという意味合いがあるんですけどですからこの旧詩の方というのは、ね、非常に心眼、心の目というもの。まあ、直感力が鋭いですよね。占いなんかやられたりする方にもいたりしますし、 本質の部分だったりを直感的にパーンと見抜く頭の良さを持っています。だからこそ人にね、相談をしないで勝手にいろんなことをやったりして、後から問題になったりするような人もいるんですけどね。それからまた明らかになるとかね、えー、お日様の場所です。てお天道様のところにいるんでね、あの、芸能人に九州の方が非常に多くてですね、パッと見でもうすでに目立つとかね、華やかであったりとかね、 あの、まあ、いわゆる芸能人オーラじゃないですけども、普通にしてても目立つ。パッと人目につくような華やかさを持っている。まあ、旧市の方、タレントさんとかにもね、多い、売れてるタレントさんに旧州の方なんか非常に多いですよね。まあ、ね、そういった意味で、旧州ね、華やかという意味。ね、まあ、であるとかね、えー。すごくこう目立つっていう意味合いがこう、生き切ってしまうとね、何事も、要するに、駅の教えなんかでも、過ぎたるは及ばざるがごとしであると。 バランスを取りなさいっていうことなんですがね。華やかな部分が行き過ぎると虚栄だったりね、見えっぱりだったりとか、九州の方でもいるんですけども、ちょっと行き過ぎるとね、えー、やたら見えを張ったり、プライドは高いんだけれども、中身が伴わないなんていう方も、あのまあ、いると。ね。で、まあ、ちょっと楽観、悲観的に物事を考えるわけではなく、わりかし明るいんでね、楽観的な部分がありますよとかね。 お天道様の場所ですから高いところですよね。それから明らかになるという意味合い、お天道様が当たりますよということでね、公的な部分ですよね。まあ世間だったり、えー、官庁公所、ね、官公庁、えー、要するに非常に公のものという意味合いなんですね。かまあまあ民事事件とかね、文書、九州の時はね、まあ、火事に注意なんつってね、あの、まあ文書が燃えたりしないようになんていう話もあるんですけど、債権手形、公的なこと、 お日様が当たりますよと、いいことも悪いことも、わりかしこう、お天道様に照らされて、白日のもとにさらされるということがあるんでね。旧止自体がその公的なことだったりを、あの、表すなんてううに言われるんですね。お天道様ですから、熱ですよね。 まあ太陽ね、コロナウイルスと太陽が関係しているみたいなね、話をね、あの、ちょっと以前にもさせていただいたことあるんですけど、太陽のね、太陽の冠のことをね、えー、まあコロナ、太陽コロナなんて言ってね、まあこう熱だったり明るいとかね、太陽ということともまあ関わりがあるというね。だからといって、まああの、コロナがよりね、えー、すごくこう、広がっていくっていう意味合いではないんですけど、一つこう太陽のことだったりがテーマに、 なったり話題に上がったりするということはあるのかななんていうふうに思いますね。だから離別離れるね。旧詞っていうのは非常に激しい情熱的なエネルギーでそれが生き切るとね炎ですから燃やすという意味合いがあってそれが要するに離れる離別するっていうこととつながるんですよね。であのちょっと面白いのが動物園ってねこの離の作用が非常に強い旧詞のパワーが非常に強いところなんですよ。ちょっとと人間関係というかなデートでねあの 動物園に行くと別れるっていうね、これ、これはね、あの、ジンクスとかよくあるじゃないですか。動物園に行くとなんかその後恋愛がうまくいかないとかね。これね、九死の離別作用というものが関わってるっていう話があって、反対にちょっともう、この彼、ちょっともういいやとかね、なんか別れたいなとかいう時に、動物園なんかデートに行くとね、意外とスパッと縁が切れたりするとかね。あと、南ですから、南のね、突端の部分ね、理のパワーが最もね、あのー、強まる部分ね。 えー、まああの要するに南の最果てみたいなところにデートなんかで行くとまあ大喧嘩してしまったりとかね、まあ、ご縁が切れてしまうからちょっとこう仲良くしたいカップルは要注意みたいなところがあるんですけれどもね <laughs> 離別離れ,離れて移るっていうことでねこれはね今の世の中のこのコロナパンデミックの中で読み解いていくとね今ねもういろんなことが内閣府がねもうムーンショットを。 計画みたいなものをね、人間がこうアバターを作ってそれをね、あのー、10体ぐらいとかね、自分たちでこう、使いながら人々とコミュニケーションする時代が来ますよって、離別っていう意味合いではね、あの、人間自体がこう、体から離れていくとかね、意識をこう、パソコンの中にしまっていくっていうね、えー、そのデータを入れていくから人は死んでも死なないんだみたいな話が最近出てきてて肉体を捨てる時代という意味合いではね、この、 実際にこうアメリカに習えって、いきなり日本人がそんなことを言い出したわけではないという、これはもう,もう右に習えっていうのはもうね、わかりますいきなりだってあの、政治家のおじさんたちがさ、もう全然ね、あの、インターネットから何から詳しくない人が、ムーンショット計画ってことを急に言うわけないんですよ、自分たちで。これはもう、確実にアメリカというか全世界の中でそういう流れが出ていくからね。 まあ内閣府がそういうものを出してきたと思うんですけどもね。その中でまた、こう、九死っていうのは精神の意味合いがありますからね。肉体を捨てて精神の世界に生きていくとか、そういうことのテーマがね、ちょっとこれはもう本当に意外と現実的にこの、えー、10月ね、出てくるんではないかと。離れ移るという意味合いではね、これは本当に今僕もそうなんですけれども、東京とね、東京で小さい部屋を借りて、で、 あの奥さんのね地元に東京よりも広いところを借りてねちょっと割かしのんびりで僕自身がこう行ったり来たりして生活しているっていうことでね、まあ、東京の一極集中っていうものが果たしてこれどうなのかと本当にねあの物価も安かったり自然があったり子供を育てるのに良かったりっていうことでね今この行ったり来たりする生活が非常に効率が良くかつ楽しいんですよ。ここれみんなが同じことを、ねえー 気づき始めるのがもうね、そろそろ来るんじゃないかっていうふうに思うんですよね。東京にこれいる意味ありますかっていうね、タワーマンのだって今もう家賃なんかもとんでもないことにね、あの、ずっとなってきたわけですよ。で、その中で今ね、ちょっと話脱線するんですけど、タワーマンってこう、修繕費なんかをみんなで割りっこしましょうっていう、要するに修繕費にかかるね、お金を住んでいる人たちで割っていくんだと。で、今後ね、 これ東京に住んでる意味ないじゃんとかね。まあタワーマン自体がね、土地の木のエネルギー自体をこう受けられないなんていうね、風水的な話もあったりして、あまりにも高いところに住むっていうのはね、人間にとって果たしてプラスなのかマイナスなのかとむしろ良くないというね。何事もこの教えでありますけど、過ぎたらは及ばざるがごとしなんですよ。行き過ぎてしまうことが良くないという風に捉えた場合ね、誰かがタワーマンに住むのがもう違うって言って、一人一人出てった場合に、 頭数が少なくなるわけですから、修繕費をみんなで割っていく、ね、維持費をしゅ、みんなで割りっこしていくときに、一人にかかってくるお金がね、すごい高くなってくると。で、やばって言ってね、一人が抜けていく、二人が抜けていくっていう中で、この修繕費を俺が、じゃあね、みんなの分までね、今度、その割る頭数が少なくなるわけですから、高くなるなって言ったら、必然的にみんなが逃げ出すんですよ。これやってらんねえなってことで、逃げ出したときに、ある、 時期を境にして一気にタワーマンションから人がバーンといなくなる、えー、時期が出てくるんじゃないかと。まあ、今後ね、その地方移住っていうかね、東京一極集中から離れていくっていうことのタイミングっていうのはね、もうすでに僕はその半分片足、いつでも向こうに行けるようにはしてるんですけど、より強くなってくるんじゃないかと。した礼儀の礼ですよね。頭の部分ということで礼節という意味合いがあったりとかね。頭部、顔面、脳、目、ね。 えー、九州の方に切符を取っていくとね、えー、非常にこう目がランランと輝いてきて魅力的な目を作ったりとか、人気運を上げるとかね、えー、なんかいいルックスになるみたいなね、こともあるんですけどね、反対に強砲を取ってしまうと、眼病だったりとかね、まあイライラが止まらないとか、そういうことになってきてしまうんで、強砲に九死の が回っている、教法に出ていくのはちょっと注意かなという感じはあります。神経、心臓、脈、これ血液という意味合いですけどもね、汗、熱病、血液、うん、みたいな問題も出てくると。それから、まあ、華やかという意味合いで着飾って出歩く、表に出ていくっていうことで、まあね、あのー、9月の時にはね、ちょっとわりかし経済活動落ち着いて人々がみんなこう穴の中でね、 わりかし家の中で暮らすんじゃないかみたいなことをね、えー、お話ししたんですけれども、だいぶ街の活気が戻ってきている感じも含めて、10月はですね、少し人々がもう、あの、かつてのように出歩いていくのではないかと。 ね、で、おしゃれを楽しんだりね、まあ、涼しくなって、秋は、おしゃれの、あの、見せどころですから、まあ、割かしおしゃれなものがテーマになったり、ね、えーまあ、綺麗なモデルさんが、またテレビとかね、YouTube なんかでこう人気になったりとかね、で、出歩いていくっていうことが、この10月の中に、まあ、出てくるのではないかと。で、あと、ま、熱という意味合いではね、あの、暑いという意味合いでは、世界的な温暖化というものがテーマになる可能性は、これ十分あるのではないかと思うんですね。 これに関してはですね、あの、極地のね、あの、氷が今溶けていて、永久凍土が溶けることによってね、すごい、かつての昔のウイルスがまた、あの、氷が溶けることによって出てくるんじゃないか、みたいな話もね、ありますからね。今回のコロナというものでね、ウイルスの脅威というものをね、人類が自覚した中で、また新たなね、ウイルスみたいなものを、 出てくるということの危険性というものは切り離せない今後もあるだろうということでねまあちょっと下敷きというかな全体的には七関の年ではあるんだけれども10月というものは理の作用というものが出てきたりこれがテーマになるような物事が起きてきたりね それからまあ良いことも悪いこともどん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 表沙汰になっていくという月になるのではないかということで、ちょっとこの10月を読み解くというお話今回させていただきました。えー、いつもご視聴いただいている皆様ありがとうございます。良、えー、ければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。キックでした。ありがとうございました。